皆さんこう病院とかクリニックに、まあ、胃が痛いとかお腹が痛いって言って来るんですけど、胃カメラで見てみるとほとんどがその胃潰瘍とかその胃が荒れてるっていう状態ではないんですよ。胃とか腸ってもう自律神経でこう動きがこう決まってるんで、痛い時ってもうほとんどが動いていたんですよ。で胃がもたれたり胃がなんかすっきりしないな、なんかお腹が張ってるなっていう時は今度逆に胃とか腸が動いてなくて止まっちゃってるんですよ。でこれってもう自律神経でこう胃とか腸は動いてるんで、ストレスがかかったり疲れたりとかすると胃がこう激しく動いて痛みが出たりってすることで、実際に潰瘍ができて痛いとか腸炎になって痛いっていうことは見てるとほとんどないんで、ほとんどが動きの問題での痛みなんで、一度まあカメラをそれですると何にもないって分かると安心してそれだけで痛みが取れるっていう人がもう 99% なんで、薬を出さずに検査をするだけで症状が取れる人がほとんどですね、うちのクリニックで受ける人は。